NikeLab Radio。スポーツの音をサンプリングしたものを使って自分らしい表現をしてもらうっていうお題だったので、なんかこうすごくフレキシブルだし自由度が高くて、ある意味こう好きにやっていいよっていう感じで、なんかこんなマニアックなシンセサイザーですごくエクスペリメンタルなことを今してる中で、のりしろのある感じでやってほしいって言われたのがすごくいいなと思ったし、制限が多いといろいろアーティストのクリエイティビティにすごく制限をかけてしまって、まあ、そこに合わせていろいろやるっていうのはそれはそれでもちろんやりがいはあるんだろうけど、まあ、好きにやってくれって、でさらにサンプルを生かしてくれっていうのでやりがいをすごく感じて、でしかもやってみたら合うんですよ。なんかサンプルの音が入ることでよりこう躍動感だったりとか、やっぱり人の音が入ってるんで呼吸の音だったり心臓の音だったり、なんかそのことによってこう全体のセットにもすごくプラスになってて、なんだろう、この撮影じゃなくてもこのサンプル使ってライブやっちゃおうかなみたいなぐらいに思ってて、すごくうまくいって嬉しいです。でこのサンプラーというかリズムマシンなんですけど、まあ、キック、スネア、リムショット、クラップ、バスタム、ロータム、ミッドタム、ハイタム、クローズハイハット、オープンハイハット、クラッシュシンバル、カウベルかなっていうトラックになってて、でこれとは別にこっちに回るのが TR909 っていう、まあテクノとかハウスのドラムマシンの名機で、ここの2台のシンセなんですけど、私今回まあナイキさんからお話もらった時に、最近これが自分の3年前ぐらいに買ったブックラっていうアメリカのモジュラルシンセサイザーなんですけど、すごく珍しいもので70年代、まあ、一番最初60年代ぐらいに開発されて、これが多分発売された70年代かななんですけど、モジュラーの中でもいわゆるこうユーロラックとか最近の規格のものとは全く違うシステムのものだし、でこれとこれはこの上の音源部分は一緒なんだけど下のコントローラー部分は違って、まあ、やっぱりキャラクター弾き方が全然違うので、この2台使うことで4つ音が出る、オシレーターが4つあるシンセサイザーとしてライブで使っています。この辺のエフェクターもそれぞれのシンセにかけてあって、まあ、これフットペダルはこれを押すことによって音を出しっぱなしにできる、でこれもルーパーなのでこれを例えば録音してループさせることができる、でこれをここにあるアナログの卓にチャンネルごとに楽器ごとで入れてて、これの、まあ、音量の上げ下げをしてミックスをしながらライブをします。
NikeLab Radio。スポーツの音をサンプリングしたものを使って自分らしい表現をしてもらうっていうお題だったので、なんかこうすごくフレキシブルだし自由度が高くて、ある意味こう好きにやっていいよっていう感じで、なんかこんなマニアックなシンセサイザーですごくエクスペリメンタルなことを今してる中でのりしろのある感じでやってほしいって言われたのがすごくいいなと思ったし、制限が多いといろいろアーティストのクリエイティビティにすごく制限をかけてしまって、まあ、そこに合わせていろいろやるっていうのはそれはそれでもちろんやりがいはあるんだろうけど、まあ、好きにやってくれって、でさらにサンプルを生かしてくれっていうのでやりがいをすごく感じて、でしかもやってみたら合うんですよ。なんかサンプルの音が入ることでよりこう躍動感だったりとか、やっぱり人の音が入ってるんで呼吸の音だったり心臓の音だったり、なんかそのことによってこう全体のセットにもすごくプラスになってて、なんだろう、この撮影じゃなくてもこのサンプル使ってライブやっちゃおうかなみたいなぐらいに思ってて、すごくうまくいって嬉しいです。でこのサンプラーというかリズムマシンなんですけど、まあ、キック、スネア、リムショット、クラップ、バスタム、ロータム、ミッドタム、ハイタム、クローズハイハット、オープンハイハット、クラッシュシンバル、カウベルかなっていうトラックになってて、でこれとは別にこっちに回るのが TR909 っていう、まあテクノとかハウスのドラムマシンの名機で、ここの2台のシンセなんですけど、私今回まあナイキさんからお話もらった時に、最近これが自分の3年前ぐらいに買ったブックラっていうアメリカのモジュラルシンセサイザーなんですけど、すごく珍しいもので、70年代、まあ、一番最初60年代ぐらいに開発されて、これが多分発売された70年代かななんですけど、モジュラーの中でもいわゆるこうユーロラックとか最近の規格のものとは全く違うシステムのものだし、でこれとこれはこの上の音源部分は一緒なんだけど下のコントローラー部分は違って、まあ、やっぱりキャラクター弾き方が全然違うので、この2台使うことで4つ音が出る、オシレーターが4つあるシンセサイザーとしてライブで使っています。この辺のエフェクターもそれぞれのシンセにかけてあって、まあ、これフットペダルはこれを押すことによって音を出しっぱなしにできる、でこれもルーパーなので、これを例えば録音してループさせることができる、これをここにあるアナログの卓にチャンネルごとに楽器ごとで入れてて、これの、まあ、音量の上げ下げをしてミックスをしながらライブをします。